ほら、トゥドベンハルミです。今日の授業では誰々に何々されたっていう受け身の形を勉強します。これまでの授業と比べるとちょっとだけ難しいです。まず主語があって、その後にフォイ。フォイっていうのは動詞イ、動詞セの過去形。イとせは同じ活用の仕方をするんですよ。まあ簡単に言うと B 動詞の過去形だから、英語の was に当たります。でその後に過去分詞、例えばケブラー、壊れるの過去分詞はケブラード。受け身 B 動詞プラス過去分詞、英語と同じ形です。で今回のポイントはそこではなくて、誰々によって何々された、この誰々によっての部分、これにポを使うっていうことです。なんとなく誰々によって誰々がっていうと、じって使いたくなりませんか？私はそうだった。でもポを使います。まずはケブラー、壊れるっていう動詞を使います。このコップブルーノに壊された。おコップフォイケブラードポブルーノ。おコップフォイケブラードポブルーノ。次は盗むっていう動詞、ホーバーだから受け身になると盗まれたってなりますね。Minha carteira foi roubada por alguém。私の財布誰かに盗まれた。でこの時注意するのが、roubado ではなく roubada になる。なんでかっていうと、主語の minha carteira、私の財布が女性形の名詞だからです。Minha carteira foi roubada por alguém。誰かによって、誰かに財布盗まれた。じゃあ次はファラー、話す。受け身だと話される、話された、過去形の場合は。今日挙げる例文はすべて過去形になってます。なのでフォイの後に過去分詞。この言葉は私たちの先生によって話されました。 Essa palavra foi falada por nosso professor。 falada、 またあのあ、falada です。パラダです、ドじゃない、えパラブラ、言葉が女性系の名詞なので、エサパラブラ foi falada por nosso professor。 次はベベ、飲むっていう動詞だから飲まれた、過去形、また過去形です。このジュースはあの女の子に飲まれた。おスープ foi bebido por aquela menina。 おスープ foi bebido por aquela menina。 最後テンペラー、テンペラーっていうのは味付けするっていう意味です。なので味付けされた。私はあなたによって、あなたに味付けしてもらったされたサラダを食べたい。 Quero comer salada temperada por você。 Quero comer salada temperada por você。 またテンペラーダ、サラダが女性系の名詞だからです。 Quero comer salada temperada por você。 あ、この文章foiが入ってませんね。サラダテンペラーダ、テンペラーダが形容詞みたいに使われてます。味付けされたサラダ、サラダテンペラーダ。こういう活用も英語と同じです。過去文章を使ったなんか形容詞的用法っていうのかな。です。どうでしょう、今日は受け身、何々されたっていう過去の文章とか、あと最後の文章みたいに形容詞みたいに味付けされたサラダ、この文章は別に過去形ってわけじゃないですよね。でも何々された、受け身の意味を持ちます。 OK ですか、どうかな。じゃあ今日はその辺で。じゃあね、チャオチャオベージュ。